お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はね、このゴーレムデッキを紹介していきたいなと思います。というわけで今回のゴーレムはですね、まあトルネードがね、入っていないゴーレム、そしてですね、まあユニットがね、その代わりに多いです。で、こう、まあゴーレムといえばダークネクロだったり、こう、最近強いと言われてたスケルトンドラゴン、そして強化されたザッピーにトリトン。もう贅沢ですね。こう、今まで強かったやつだったり、最近強くなったやつらを全部ぶっ込みました、これ。こんなのね、弱いわけありません、と。まあ、言ったところで、マルチやりたかったんですけど、スケドラのレベルが若干足りなくて、ちょっとね、嫌だったので、今日グラチャレで許してください、と言ったところでやっていきます。さあ、このスタンプもね、昨日かな、手に入れました、と。言ったところで、たくさんね、水出していこうかなと。思います。相手も持ってますね。さあ。で、こうゴレって、まあ、基本的にペッカに若干相性悪い感じ。あ、出た、ゴキブリスタンプ、これ。これ出た。え、あのペッカスタンプ持ってないんだよね。マジでマジでマジで。今日の、一本目の動画ね。なんか今日から謎に2本投稿してるんですけど、たまたまね。時間があったんで、今日2本出してるんですけど、今日の1本目の動画でも言ってるんですけど、マジであのスタンプ見たことないんですよ。びっくりですよね。また出会っちゃったゴキブリスタンプ。って言ったら本当にペッカ使いの人に怒られるんで、ごめんなさい。で、そう、この頃はね、もう陸がまず縦の戦士がね、こう、まあ普通にペッカとかに強いじゃないですか。そして、まあザッピーもトリトンもあることによって、まあ陸に対して強いゴレですね。で、まあ、だから逆に、こうトルネがないっていうのもありますし、空にね、ちょっとこう苦戦するかなっていう風な、まあゴレデッキでございますが、まあ、全然ね、こう、対空もね、3枚あるので、しっかりね、戦っていけるデッキだとは思いますと言ったところですね。で、相手が今回、ベビーアイスイズナイトなんで、遅延スケルトンラッシャーマンの可能性ありますね。さあ、遅延スケラーだとしたら、まあ、今ね、相手がポイズンされたので、これ逆サイにナイトスケラー来たりだとか、まあ、タルババスケラーとか来ても、縦の選手で守れるっていうのは強いですね。まあ、ですがですよ。相手のユニットポイズンなので、こう、ベビドラとかを絶対溶かせないんですよね。まあ、アイスイズぐらいなら溶かせますけど、まあ、そんな感じで、突破がちょっと難しいかもしれませんが、トリトンとかうまく使いつつ、まあ、ここポイズン打っちゃいましょう。ポイズン打って、ゴボリで相手の、中から出たね、ジジイ拾って、オッケー。よいしょからの、ここスケドラ追加しちゃいたいですね。トルネ使った、あー、スケドラ頑張れ。あ、トルネ使ったからユニット出して、これでも相手きついはずなのに、ゴーレムが戻ってきちゃうっていうラッキーですね。あー、そして、タルババ咲いたので、タタル選手ね、こう攻めのタタル選手めっちゃ強いんですよ。で、タルババ咲いたので使ったんですけど、あれですね、たまたまね、たまたま、ポイズンと被っちゃいましたね。さあ、というところで、もうこれはもう正直勝ちゾーンですね、これも。あと350なので、まあ、僕としては、ポイズン削りでいいと思いますね。で、もうポイズンで削って、しっかり防衛して、ですが、ザッピーが攻撃速度が遅すぎて、全然スケル守れてね。待って、しかも、待って、入りすぎ、ミスった。今、なんか、ババが見えなかったですね。やった。しかも、次の相手、これ、まあ、端まで溶かしちゃいたいですね。端まで溶かして、さあ、で、ここでタルババ転がして、このタルババ無視できなくさして、ポイズン打って勝ち。あぶねー、ちょっとやっちゃいましたね。相手もやってましたし、まあ僕もやってたし、まあお互い様かなと言ったところなんですけど、まあ陸多めのね、今回ゴールデッキでございます。まあ個人的に、ゴーレムをまあたまに使うんですけど、こう、僕よく、まあ公式戦で使うのがトルネなしのゴレなんですよね。はい。まあその理由としては、トルネありのゴレだと、まあ、そのトルネの使い方がやっぱ難しいというか、こう、大事になってくるんですよ。攻めトルネであったりだとか、まあ、防衛のトルネであったりだとか、まあ、応用がすごい効くんですけどね。トルネがあると。まあ、なんですけど、こう、まあ、トルネがないとないで、まあ、その前ユニットが多かったりだとか、まあ、防衛力も高いし、みたいなのがあるんですけど、まあ、個人的に使いやすいですね。はい、トルネがないゴレの方が、まあ、個人的には非常に使いやすいっていうのが、まあ、若干ですけどね、本当に。はい。あるので、ぜひね、ゴレ、普段使わない方でも、ぜひぜひ、これね、使ってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。といったところで、チャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いします。はい。というわけで、よろしく。さあ、ハートかける2ですね。あ、わいてさ、さ、ナイト。いや、ナイトの使用率もね、最近高いですね。さっきのスケラーであったりだとか、クロスであったりだとか、まあ、迫撃に入っていたり、
とかホグに入っていたりっていうか、もうすごいですね。ナイトがここまで使われる時代が来るなんて誰も思ってなかったですよ。まあ昔のね、なんか迫撃デッキとかにも入ってましたし、ノーマルレアの3コスで、まあ非常に万能といったところでしょうか。殴んないで優秀さあ来ましたね、遅延テスラ。マジでちょっと厄介なデッキすげえきますね、これ突破。でこれまあ相手ロケットなんで、ここスケドラ追加して、これ多分きついと、このスケドラがやっぱきついんですね、この遅延系って。まあしかも特に相手がロケットなので、この遅延系にはビスケドラが刺さるんですが、まあ相手も非常にうまい防衛をしてくれますね。さあまあですけど、まあここからですね、アイスイズには基本的にポイズン打って、まああと施設はまあ溶かせなくてもユニット攻撃のご利用しかな。でまあ、トルネロケットだったりだとか、ロケットだけで簡単に美味しくいただかれないように、まあ、ユニットをこう、ダクネのを右側に出したら、まあ、スケドラはこう真ん中の辺だったりだとか、まあ、トルネロケなら若干しゃがないですが、ロケットだけで美味しく処理されるってことは避けたいですね。はい。で、まあ、これですね。これ本当にもう大変ですよね。僕はまあ、ユニット出すだけなんですけど、相手が頑張って防衛してくるのは、まあ、僕は見とくだけって感じですね。あ、これやべえ。ミスった。ゴレにたぎって、うわー、やべ、このスケドラがめっちゃ大事なのに、このスケドラはなんか簡単に処理されちゃうとちょっとやばいですね。まあまあまあ。ですが、まあ相手もしっかり防衛してくれますね。で、カウンターのクロスはね、ワンチャン来るかなーぐらいですね、ワンチャン。まあ来たら、タルババなんでね、ポイズン垂れて守りつつ、まあザッピーも使っていいんじゃねと。いうふうなところですけど、いや、これ、突破できるかな？突破できるかマジでわかんないですが、まあいい。こんな感じでね、ザッピーが楽ですね。ザッピーとスケドラ結構楽なカードですね。楽な上位互換みたいな。ん？トップレベルの楽ですね。はい。なので、こう、セパして、待って、こんな感じで出しておけば、なんとかなるでしょう。そして、あのクロスは壊して、スケドラもね、スケドラも使って壊して、そして、まあ、ロケットとかでから、一緒にされないように、こうトリトンも出してね。さあ、これは相手ちょっときついんじゃないの？気持ちザッピーとかも追加してあげてね。さあ、ロケット打ちたいか？打たないか？打たない。全然打ってこない。まあ、一旦これ展開でいきましょうか。さあ、相手これに結構コストを使ってくれると、このゴーレムの防衛がまあ苦しくなるんじゃねっていうのありますね。で、相手のアイスイズにはポイズン打つんじゃなくて、まあ、ユニットでね、パパッと処理できると、個人的にはでかいですね。さあ、まあ、タルババも使っちゃって、トリトンと、まあ、スケドラでね、トリトンとスケドラをなんか真ん中辺に置くとこう施設にね飛んでくれて、それが結構相手からしたら苦しい。そして、まあ、うわートリトンナイス、いいよいいよいいよ。あ、ゴレそっち行っちゃったか、ゴレそっち行っちゃったけど、2体のダクネがいい感じにね、いい感じに行きつつ、いやこれねスケドラ足していいですね。絶対苦しいですね。いや絶対苦しい。しかもこれなんならこっちに縦の戦士使ってこっちにウッドを咲かせるんですよ。そしたら、その間に右側で、こうスケドラがね、ふけ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 、火吹け火吹け、火吹くんですよね、と。すぐってゲームですね。まあなんか、あれですね、ライトニングとかないと、こういうの突破きついですけど、まあこう、ゴレにタルババ、そして、まあ相手が今回ファイオーじゃないクロスだったっていうのが、まあ救いかもしれないですね。ファイオークロスだと、僕のスケドラね、全く活躍しないんで、もしかしたら、まあ普通にね、抑えられてたかなというのは、ありますが、スケドラがね、いい感じに活躍してましたね。はい。というところで、まあまあまあ、悪くないね。いい感じの立ち回りでしたね。ふうし、さあ、ちょっと眠くなってきましたね。だんだんと、もう、今、朝5時ですね。朝5時。すごい生活リズム、昨日治ったんですけど、昨日だけ。夜、マジで昨日11時半とかに寝て、今日、まあ朝、昼ぐらいに起きたんですけども、生活リズム、迷ったじゃねえわ。治ったんですけど、今日さっきまでやきちくんとね、そう、ずっと通話してたんですよ、やきちくんと。知ってますかね、皆さん、やきちくん。やきとりっていう人なんですけど、同じね、チームの。まあ、電話してて、まあ、一緒にね、いろいろまあ、ゲームしたり話したり、まあ、のんびりしてって気づいたら時間経っちゃってましたね。いやー、付き合わされましたね、マジで、本当に。暇なんだよーって感じでね、通話しねよーって。まあ僕がそれ言ったんですけど、さあ、ゴレ対決ですね。ゴレ対決、まあ、ここは一回、あえて逆サイみたいなのがありますね。まあなぜなら、トリトンでゴレキングギドできるんで、まあ課題作って、
あのトリトンでこれ緊急として、まあ、後ろの濁音抑えれなくて結局タオルられちゃうんでトリトン出さずに行きましょうかね。タオル抑えれないと思うんですね。光栄ベビドラぐらいあればいいんですけど、あこれクローンですね相手。さあゴレクロの前ですね。ということは、まあ、ポイズン割いて、あここ攻め取ればしてえな。いやー綺麗に守られそうだな俺の攻撃。あでも言うてこれはお互い様みたいなとこありますね。でワンチャンクローンが来る。あー、ギャゴレクロですね。あー、これやべ。これちょっとやばいですね。あの、こっち来んな、こっち来んな、ドラゴン。やべ。これやばいですね。これやばいっすよ、さては。で、クローンが？うい。あー、でも、言うてザッピー？ザッピーのエイムが悪い。ザッピーのエイムが悪い。タワーのエイムも悪い。ちょっと待て。やべ。え？ダメージ受けすぎ。あ、でも、お互いどっこいどっこいですね。いやー、これは防衛しましょう。痛い。さあ無視してこんだけ入りますかね。次の相手のゴールはフルでも持っても良いんですけど、僕も攻めたいですね。これむずいですね。橋前ゴール来た瞬間にトリトンで引っ張りたいんですけど、引っ張ろうとしたらユニット来そうですね。これ一回防衛ですね。もうトリトン構えて速攻出したいですね。でまああのなんなら先に出しちゃうっていう、来ちゃうが、いいんじゃね、先に出してよかったですね。であのスケドラに棒ポイ貼れば多分全部守れそうですね。なんなら棒ポイもいらないかもしれない。まあだけど一応棒ポイしますね。さあ丁寧に守って、オッケー。それで今回僕は、ま、あ右側にゴレやるとちょっとやばいかな。これ先に行っちゃいます。先に行って、まあ、ゴレ来る。これザッピーでも守りたいですね。ちょっとザッピー。いや、これトリトンですね。ここで遅れてトリトンで引っ張ると、相手は、オッケー、びっくり。よし。あ、待って、そっち行っちゃった。トリトン引っ張れ。ナイス。お前、救世主か？お前、ナイス？さあ、一旦ザッピー出して、右側なんと濁音が刺さってる。え？待って、来た。神じゃね？こいつ。ゴレクローンされて、タギが外れてというか、なんかね、こう変わったんですけども、なんかいい感じに滝が外れて、またね、引っ張るっていう。いや、優秀すぎでしょ。今のあのトリトンがなくて、まあなくても、まだ、多分耐えれて、滝が際ですね、本当に際どい。際どくて、しかも僕がな、手またま刺さってましたけど、あれ守られてたら終わってましたね。いやー、でけー。今のは優秀ですね。っていう感じで、トリトンがやっぱ強いですね、今の環境。トリトン強くて、ザッピーもまあ強くて、そしてスケドラもまあまだ活躍はできるよねと言ったところで、ほんとね、その最近使われていたロケット推しがこのデッキに入ってないのはかわいそうなんですけども、ほんとにもう寄せ集め集団ですね。今の環境、前の環境、強かったやつら全員集合って感じで、さあ来れないので一旦ね様子見ます。でこのデッキのまあ強みというのは、こうまあセパできるカードがまあある、こうザッピーとかね、まあスケドラもですし、こう待てるカードがやっぱあるっていうのはでかいですね。こう様子見できる。様子見してからの、まあ、そっからの立ち回りでね、戦えるっていうので。で、まあ、ハンターだったら、まあ、トリトンぐらい出していいでしょうって感じですね。ロイフグとかかな。と思うんですけど、相手もですね、これ、端前ゴールやっちゃいてえな、正直。これ、正直、端前ゴールやっちゃいて。これ、やれるな、これ。端前ゴール間に合うかな。君じゃねえんだ。お前、引っ張るんかい、しかも。しかも君が引っ張るんかい。この橋に近い方ですね。まあ、できるだけ先にコート上に出した方のトリトンが基本的に引っ張ってくれますね。でさ、ここはもうスケドラ出しちゃって。ああ、でもそれうまい。それうまいけど、そこまですると相手のコストはそこまでないんじゃないでしょうか。さあ、そっち？オッケー。でかい。これでハンター引き出したで、オッケー。これでもう4コスハンターなんで、普通に考えてコストが今ないですね、相手は。さあ、一旦守ります。一旦守って、まあ、引っ張られるかな、これは相手のトリトンに。まあ、ですが、まあ、ですがと。さあ、相手のデッキが、メガナイトスケラです、これは。相手はメガナイトプラスのスケルトンラッシュデッキですね。これも今、環境といいますか、来てますね、このデッキが。で、これどうしようかな。まあ、でも、トリトンあれば守れるんですよね、正直。でも逆にトリトンで守られるんですね、僕も。っていうのが、まあ、悩みですね、ちょっとした。なので、まあ、ここ、メガナイトで一旦引っ張ってあげて、まあ、防衛されるものの、僕もま、防衛できてるので、まあ、どっこいどっこいかなっていう、まあ、これ攻めポイズンあったら使っていいと思いますね。縦の戦士ありますし、まあ、なんとかなるんじゃね。
ていう、感じではありますが、まあ、本当にダメージはなかなか入っていきませんね。そして相手のポイズンがちょっと厄介ですね。さあ、ポイズンデリバリーですね。ポイズンデリバリーだったと思います。僕の記憶が正しければ。で、これ引っ張るけど、ポイズンがそう来るんで、縦の線ちょっと出しにくいですね。さあ、タゲが変わってないので、縦線も出して。ゴレのタイミングがむずいですね。てか、なんなら今でいいんじゃね？なんなら今行って、トリトン出しにくいっていう、逆サイドにあの縦の選手流れてるんで、トリトン出しにくくて、しかも、これは？あ、トリトンが出んのか。トリトンが来る。あ、トリトン来ないと、トリトン来ないなら、ゴレが？ゴレの爆破だけでもでかい。しかも、タゲが変わる？タゲが変わる、でかい。そして、左サイドなので、メガナイトも気持ち共有ができると。できても、逆サイスキャラとか。あ、オッケー。で、これ、ポイズン来ると考えたら、そう、ユニット出す必要ないですね。ユニット出さずに、タルババで守って、これで、はしめゴレで、来た。で、相手はトリトン使うかなとかを考えると、こう、縦の前進セパしたりとかして、あー、オッケー。いや、でかいですね。そして、あとはポイズンでも打って、これ引っ張られるな。引っ張られるな、お前。引っ張られるんかーい。ちょっとやばいぞ。右サイド結構やばいぞ。ちょっと待てよ。やばいぞ。やばいが、上を押さえて、下も押さえて、さあ、やるある。耐えろ。耐えれるでしょ。え、待って、なんで入りすぎ。え、入りすぎでしょ。入りすぎじゃない？待ってよ。入りすぎだって。これ今、てかまあ僕の最後の攻めはちょっと甘かったっすね。最後普通になんかポイズン打ってたけど、スケドラ追加か、デリバリー落ちてたんでね、スケドラ追加か、トリトン出して、相手のトリトン引っ張るとかしとけばよかったっすね。ちょっとミスりましたね、最後あれ。いやー、もったいないですね。これは多分相性いいかわかんないですけど、悪くはないと思いますね。いや、ちょっとやっちゃいましたね。まあ、ですが、そんな感じです。はい。というわけで、ぜひね、この最新ゴレをね、皆さんも使ってみてくださいと言ったところで、今日動画2本出してるんで、1本目もね、上がってると思うんで、ぜひそちらも見てみてください。では、お疲れちゃんでした。またね。